ほら、見える？ここがわけのわからない断橋だよ。橋の輪郭のようなものはあるのに、中は空っぽなの。それに、こうして石を投げても。本当はデュランダルが気づいてくれたんだ。私が剣に乗って近づいてたら大変なことになってたかもしれない。ゲニウスのおかげです。空間の歪みを感知する機器がなければ異常に気づけませんから。待って、このメモリは。何？まさか新しい発見があったの？そのようです。少し待っててください。ゼーレさん、私の方に近づいてもらえませんか？こんな感じですか？できればもっと近くへ。はい、今なら完璧です。え、ちょっと待って、まだ真っ昼間だよ。何をするつもり？大丈夫、すぐに終わりますから。趣味消し起動。これがあんたの真骨なの？こんな景色だったとはね。厳密に言うと、これは私の所有物ではありません。だからこそ団協とゼーレさんに同時に近づかないと皆さんをここに連れてこれませんでした。私と？で、この特殊な世界の泡の名は趣味消し。かつての全文明が第二の神の鍵のために作った観測中枢です。地球上では自由に出入り可能でしたが、月の空間構造のせいでそれができませんでした。簡単に言うと、月の空間は人為的に安定しすぎているんです。今成功させられたのは、団協の空間異常とゼーレさん自身の固有波動が重なり合い、小さなエリア内の空間の不安定性が一時的に上昇し、趣味消しの展開条件を一部満たしたからです。しかし、なぜゼーレさんの固有波動で可能になったのかについては、かつて長い間漁師の海にいたからではと推測するしかありません。そんなに話してるけど、つまりゼーレを信号を増幅させるアンテナにしたんだね。いい例え方なのです。小さい頃に鉱石ラジオを作った時のことを思い出したなのです。今のってあんたじゃないよね、デュランダル？もちろん違うなのです。すみません、あなたたちの会話を少し盗み聞きしてしまったなのです。私はエルヴィン・リアーナ・シュレーディンガー、漁師の海の次元旅行者なのです。ビアンカさんとリタさんの仲間で、アインシュタインたちとは腐れ縁なのです。漁師の海？はい、ゼーレさんと同じく実数の物質として存在するユニタリー性を失った身なのです。ただ私はそれがずっと回復していない状態なのですが。ところで、地球で何があったかわかりますか？ユルムンガンドの人が成婚計画を実行して地球上の空間を並べ替えたとか。もし漁師の海の内部から観測できるなら、もしかしたら。成婚計画？ビアンカさん、それはリタさんが教えてくれたあの成婚計画なのですか？どうやら完全に同じものではないようです。
一方ではメカニズムは謎ですが、私たちのいるムーンベースニューアトラに聖魂覚醒者が送られ続けています。もう一方でヨルムンガンド幹部ジャッカルの証言によると、地球上の一般人は夢により虚数空間の深部に沈み、人から聖魂になりつつあるようです。もしジャッカルが嘘をついていないなら、それは聖魂計画の実現方法が大きく変わったことを意味します。なるほど、それなら地球上の異常の説明がつくなのです。地球上、リタ、あ、いいえ、皆さんは無事ですか？過度の心配は不要なのです。今の異変の程度なら天命のバルキリーの行動能力を完全に封じることはないはずなのです。ですが別の角度から考えれば、確かにこれは空前の危機なのです。空前の、世界で最も寂れた空港で働いているレーダー捜査員を想像してみるなのです。もし目の前のモニターが光の点で溢れたとしたら、彼は何を思うなのですか？世界の終わりだと思うかもしれないね。それがこれまでに私が感じたことなのです。でももうすぐそういう心配は一部消えるはずなのです。今回の現象を惑星レベルの繰り込みだと考えれば、私たちはリアルタイムで多くの不動点信号を検出できるはずなのです。特にその中で最も規模の大きい複数の不動点、その固有値は天命やネゲントロピー基地からの信号と似ているなのです。少なくとも今のところ、天命の浮遊島やネゲントロピーのソルトレイク基地は世界の異変による影響を過度に受けていないはずなのです。それが何らかの偶然でないのであれば、ふむ、つまり今のところ博士が観測したデータによると、地球に異変が起こっていますが、少なくとも天命とネゲントロピーの本部はまだ稼働しているということですね。その通りなのです。いい知らせだね。でも漁師の海から観測って一体どういうことなの？その質問に答える前に、あなたは天命のもう一人の S 級バルキリー、リースショーさんなのですね。あれ？私のことを知ってるの？